弟子一です。で今回はガチンコマイル塾の弟子制度に関して、ご説明させていただきたいなというふうに思っております。ガチンコマイル塾が取ってる弟子制度ですよね。で弟子制度って何なんですかとか、どうすればねガチンコの弟子になれるんですかっていう、また弟子になるとどういういいところがあるんですかっていう、方がねいらっしゃると思うので、今回は詳しい内容を、こちらのビデオにて、ご説明させていただきたいなというふうに思っております。でまずですね、ガチンコマイル塾で、取らせていただいている弟子制度っていうもの、何ですかなとかね、ちょっとどういうことなのかなっていうふうに、思うと思うんですけども、まあ、ガチンコマイル塾ね、すでにたくさんの方が、ご視聴というかご愛聴をねくださって、本当にたくさんの方から日々ね、いろんなメールだったりとか、いろんなご相談だったりとかね、頂戴するんですけども、その中でやっぱりその素晴らしい人、っていうのはたくさんいらっしゃるんですよね。でそれこそまあいろんな業界、お医者さんだったりとかね、すごくエリートのね、方だったりとか、自営業でね大成功されている方だったりとか、そうじゃなくても主婦の方でね子育てにすごく専念されている方とか、海外でね一生懸命、自分自身の活動を頑張れている方とか、たくさん、大学生もいらっしゃるんですけど、たくさんの方がいらっしゃって、やっぱりそういう一つのコミュニティですよね。あの素晴らしい人たちが集まるコミュニティっていうものがあるからこそ、その各々の人生があのさらにね爆発していく、ダイナマイトのようにこうどんどんね爆発して、破裂しては困るんですけども、すごくいい形になっていくっていうのはありましてね、シナジー効果って言われていると思うんですけども、最高の人たちがやっぱり一つの場、一つのところに集まることによって、お互いの人生にすごくいい影響、ウィンウィンの関係ですよねっていうのをもたらすことっていうのが、やっぱりこの世界でねあるので、そういった意味で今回はガチンコに集まってきた人同士がね、さらにこうお互いを高め合ってね、お互いの人生のブラッシュアップになればなということで、こういう弟子制度っていうものを取らせていただいてます。なのでちょっと今回こちらにね、書いてあると思うんですけども、その実際に集まってきた人同士がね一つの場、今回弟子制度で言ったら Facebook だったりとかね、あとチャットシステムっていうもの、あとは LINE ですよね、使わせていただいてるんですけど、そちらに入ることによって常にこうお互いのね、こいつこんなこと頑張ってるんだなってことをして、俺も頑張らなきゃなっていうふうに思ったりとか、あと逆に言うとね、その自分がちょっとまずいなって言った時に相談してね、そこからアイディアをもらったりとか、やっぱそういう場所があることによってすごく人生がプラスになってきますよね。なのでそういった意味でね、そういう場所を作らせていただいているんですけども、その中でやっぱり各々が、この成功って書いてあるんですけども、各々の人生にとっての幸せがねさらに増幅していったら嬉しいなというふうに思いで、今回こういう弟子制度っていうものを、作らせていただいています。で実際にこれは僕自身の、人生の経験でもね幾度となく経験しているんですけども、やっぱり素晴らしい人たち同士が一つの、コミュニティ、一つ輪に入り合ってね、お互いがお互いこう奪い合うことなく与え合うことによって、やっぱりすごいそのかつてないこうつながりとかモチベーションとかね、すごいこう人間としての、生きる上で大事なね部分っていうのを感じることができるのかなっていうふうに思ってるんですよね。で実際に僕自身も自分自身の中でのこう人に対する気持ち、思いを伝えてね、で全力でその思いを与えてね、でかつ人からの思いを全力で受け取ることによって自分自身が成長できて、その人との間にすごい深い絆が生まれてね、あいつのために頑張ろう、あいつのためにもっともっと自分を磨こうっていうふうにやっぱり思えて、毎日をねすごくなんていうかな、妥協することなく生きれてる部分があるのかなというふうに思うので、今回もねそういったコミュニティを、ぜひ作らせていただきたいなというふうに思って、こういう弟子制度っていうのを作らせていただきました。で、すでにねもう弟子制度っていうものは、存在してね、数十名、入られているわけなんですけれども、そんな中でねこう、一緒に修行し合ってこう時にはね笑いとあり、時にはね泣き合い、僕もこれよくガチンコのねお弟子さんの方々と修行させていただいてるんですけども、夜ねこう、修行がてら向こうのホテルに着いてから一緒にこうお酒を飲みながらねこう結構がっつり語り合って、すごい深い話で、すごく面白いのがやっぱりこう世代を超えた関係なので、すごくその普段聞けないお話っていうのを聞けるんですよね。だから僕自身の世代の方と以外の方からこう意見をいただいたり、いろんなね各業界で頑張ってきてる方が多いので、そんな中ですごい、それぞれの思いだったりそれぞれの考え価値観っていうものをやっぱり一つの場としてねこうトレードし合う場というすごい最高なんですよね。なのでそういった意味でこういい場所がねできて僕としては嬉しいなというふうに思ってるんですけども、そういった意味で今回弟子制度っていうのを作らせてもらってます。でそんなわけでね、じゃあガチンコの弟子、どうすればなれるんですかって感じになると思うんですけども、この弟子制度に関しては基本的には、自ら申請してきた方に、弟子制度という称号を、差し上げている次第です。でこちらから、弟子になってくださいっていうお願いというのはあまりないです、基本的には。で基本的には弟子の案内ホームが、
度セミナーに来ると来るんですけども、そちらにね、申請してくださった方から、こちらで審査をさせていただいてね、弟子制度に、弟子にね、認定させていただいているという、形になっております。で、なんでじゃあセミナーに参加しなければいけないんですかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これ実際にね、今オンラインの時代になってきていると思うし、ガチンコマイル塾、メインはね、こうやってオンラインでの活動になっていると思うんですけども、やっぱりこう同じ、寝食共にした人ですよね。基本的にガチンコのセミナーって一泊なんでね。そのやっぱ寝食した中で、やっぱりお互い中に生まれる絆があるからこそ、そのオンラインでのつながりの価値っていうのが上がるんですよ。で、今の時代って2チャンネルだったりとか、会ったことない人同士のこう悪口とかね、そういう発言によって結構問題が起きてると思うんですよ。で、僕も結構オンラインのコミュニティって今までもう何百回も運営したことがあるんで、その経験からもよくわかるんですけども、一度会ったことがある人がその書き込むフレーズと、会ったことがない人が同じことを書き込んでも、全くその受け手がそこから捉える感情だったりとか思考っていうのが変わってくるんですよね。あの人はすごいハートフルな人だからこういう発言になったんだろうなっていう、そのつながりが見えますよね。でも会ったことがない人が絡むと、なんかこう冷たさを感じちゃったりとか、嫌な気持ちになってしまうんですよ。で、またね、その塾長のセミナーっていうのは、YouTube でね、すでに何度かね、ビデオ見てくださってるあなたはご存知だと思うんですけども、すごく本質的な部分、かつこれからの日本人にやっぱり大事な部分っていうのを話してるんですよね。で、そういったやっぱり共通の認識、共通の学びを共にしてるからこそ、そこに深い意味があるというか、つながれる意味っていうのがあるんですよ。だから今回その、塾長のセミナーにまずは参加していただきたいという意味は、そういった意味で、今回こういう理由とさせていただいてます。で、参加していただいた後に申請フォームっていうのをね、送らせていただくので、そちらにね、ぜひね、いろいろとなんていうかな、エントリーシートみたいなものだと思ってアピールをしていただければなというふうに思っております。いろんな項目があるんで、ね、少し大変かもしれないんですけども、ぜひね、そちらに、記入の方、よろしくお願いいたします。で、そちらにね、記入の方が終わりましたら、ガチンコのね、事務局の方で、その項目とね、その方の、これポイントですよ、行動をもとに、審査をさせていただきます。で、基本的に書いてあることっていうのはその一時的なものなので、その人の一瞬の出来事でしかないわけですよね。で、結局文章っていうのはやっぱり嘘をつけてしまうわけですよ。でもその人の嘘をつかない絶対的な行動ですよね。実際に例えば、なんていうかな、基本的にセミナーに参加した時って、大体チャットシステムとか、その報告できるシステムっていうのがあるんですけども、そういったところで随時報告したりとかね、アンケートとか関数、随時ね、こちらから送らせていただいたものに対してレスポンス、反応するですよね、受け取ることっていうのをしっかりしていただいた方、そういった意味でその人の、一時的な表現だけではなく、行動という嘘のつけない、真実をですね、しっかりと、こちらの方で判断させていただいた結果、弟子番号という形で、与えさせていただいております。で、この弟子番号が発行された時点で、弟子専用チャットルームと、弟子専用のですね、 Facebook、こちら大変いつも盛り上がってるんですけども、そちらの方にね、ご招待させていただきます。で、その後にですね、一応年に2回、これはね、継続審査っていう意味も込めて、取らせていただいております。やっぱり ANA さんとかのね、そのホテル側さんも1年に1回に1回という呼吸区切りがあることで、逆にまた頑張らなきゃいけないという気持ちになると思うんですけども、ガチンコにおいてもこうやっぱりただの慣れ合いになってしまったら困るんですよね。やっぱり程よい緊張感、ちょっとまずいなっていう感じでね、ガチンコに関わってくださったからこそ、やっぱり お互いね、やっぱりレベルアップしていってほしいって気持ちもあるので、こう慣れ合いにならないためを込めてね、6月12月という形で、継続審査を、行わせていただいております。大体ね、その2ヶ月ちょいぐらい前にその申請フォームが送られてきて、そちらからね、6月までの間、だから3月ぐらいに送られてきて、3月の末に送られてね、で、また10月ですよね、つまり9月の末ぐらいに送られてきて、それをもとに判断させていただいて、そこからの行動ですよね、もとに判断させていただいて、継続かどうかということを、こちらの方で判断させていただいている次第でございます。で、先ほど書いてあると思うんですけども、年に数回行われる塾長セミナー、参加していただければなというふうに思っております。で、まず1回目はね、やっぱり参加、先ほど言ったんですけど、参加していただかないとちょっとやっぱり顔がわからないので、その人がどういう雰囲気なのかとかね、その人がどういうものが得意なのかっていうのが見えないですよね。で、そういった部分でまず必ず、もうちょっとこれはね、物理的に難しい方もいらっしゃるんですけども、やっぱりいいコミュニティの最低条件なので、ぜひね、一度お会いしたいなという意味も込めて、最低条件がセミナーへの参加になっております。で、その後にですね、申請フォーム、こちらにね、申請いただければなというふうに思っております。で、特にね、こう弟子制度においてやっぱり大事にしている部分っていうのが、セミナーに参加した人、一応ね、セミナーにはやっぱり来ていただきたいっていうのはあるんですけれども、アンケートにね、
とか時間とかを守ってくれる人っていうのもそうなんですけど、一番はやっぱりその今回の3つ目ですよね、意欲のある人、俯瞰的に貢献した人っていうのを、ガチンコマイル塾では優先させていただいて、まあ、弟子制度に、常に、ね、弟子として存在していただきたい、加入していただきたいということでね、優先させていただいています。で、なんでかっていうとね、結局そのこれすごく大事なんですけど、セミナーっていうのは塾長のセミナーの場合結構高額で安くはやってなくて、それはやっぱりレベルが高い人に来てほしいっていうのもありますし、やっぱりその真剣度が全く違うんですよね。すでに参加された方は分かると思うんですけど、とにかく本当みんな真剣です。で、もうひどい方なんかノートをもう10冊ぐらい持ってきて、それを全部埋め尽くすぐらいの勢いでね書いてるぐらい、やっぱりすごく真剣な人が多いです。で、真剣な人同士が集まるから真剣なセミナーになっていい場になるんですよね。一人でも居眠りしてる人とか、なんかこう全然話が聞いてない人いたら、懇親会とかで一気に盛り下がってしまうんですよ。で、そういった真剣な場を作るためにも、まあ、こういう場を作ってるんですよね。まあ、ライズアップが高額でね、すごくうまくいっている理由っていうのも、やっぱり金額的な意味でコミットするからですよね。で、そういった意味で、こういう、あえてね、高額にさせていただいて、質の高い方を集めていくっていうことを行っているんですけども、でもやっぱり中にはね、ちょっと金銭的に厳しい、ちょっとね、難しいっていう方も、まあ、でも一回は出ると思うんですよね、年に。まあ、そういった意味で1回ぐらいは出れるような金額になってるんですけども、どんな方でもね、その中でやっぱり特に意識していきたいのが、俯瞰的に貢献してくれた人っていうのにはやっぱりその弟子制度としてね、随時こう認定していきたいなというふうに、こちらでも、思っているんですよね。どういうことかというと、こう自分の中での貢献っていうのは結局自分のエゴであって、その実際に相手が求めているかわからないことですよね。でも総合的に見て、誰がどう見てもこの人は、あ、こう貢献してくれてるな、素晴らしい活動してるなっていうふうにやっぱ思ってくれてる人には、ぜひね、セミナーにたとえ来れなかったとしても、セミナーにご招待だったりとかね、優先的にガチンコマイル塾の弟子として、ご活躍してほしい、まあ、活動してほしいなということで、そういった部分をね、常に、見させていただいている次第です。で、まあ、実際にね、そのいただいた申請フォームから、その人の行動をもとに、実際に審査させていただきます。先ほどもお話しさせていただいたんですけども、フォームだけだとやっぱりその人の一時的な部分でしか見れないので、実際にその人の行動ですよね、どういった活動されたのかっていう部分をもとに、こちらから判断をさせていただきます。だからこれよくあると思うんですけども、仕事もね、こう、仕事をやりますって言って結局やらない人もいらっしゃると思うんですよね。でも全然こうやる気がなさそうなんですけども、勝手にねこうどんどん動いてすごい活動してくれて報告してくださる人って、まあこれどんな会社にでもどんな組織でもいらっしゃると思うんですよ。要は10言ったことを10やる人、10言ったことを1しかできない人、やらない人ですよね。10言ったことを100やる人、当たり前ですけど10言ったことを100やる人、10やる人の方が伸びてきますよね。だから実際にその人の行動っていうものをしっかりね、拝見させていただいて、それをもとに判断をさせていただきます。で、そこから弟子番号を、決めたりとかね、仮弟子番号っていうもの、まあ仮弟子の場合もあるんですけども、作らせていただいております。で、まあ先ほども話したんですけども、年に2回の報告会でね、まあこうなんていうのかな、まあ、継続審査という形でね、弟子になれるのかなれないのかっていうところをね、判断させていただいております。先ほども話したんですけども、程よい緊張感、こちらが僕たちの人生を、まあ、間違いなく成長させてくれるんでね、やっぱり人間にとってすごい適度なストレスですよね。全くストレスがない状態っていうのは良くないんですけど、まあ、例えばタイマーでね、時間を計ることによって僕たちは緊張感というものを得られて、その中で爆発的なパフォーマンスを発揮できるわけですよね。だから一生もう弟子ですってなってしまうと、やっぱり価値を感じないし、いいコミュニティってできないんですよ。で、せっかく僕らもね、こう運営するからこそ、いいコミュニティを継続していきたい、持続していきたいという意味も込めて、こういう仕組みにさせていただいております。で、まあ、じゃあ更新の基準、まあどういうことで更新できるんですかって、まあ、弟子の方ですよね。まあこれどういうことになるかというと、やっぱり年に2回程度、塾長にね、お会いしに来ていただければなというふうに思ってます。やっぱり人間ってこう30日、まあ60日、90日というサイクルがあるんですけども、大体ね、こう、まあ、90日前後で人の細胞って全部生まれ変わるって言われてますよね。で、その中でやっぱりそのサイクルを考えると、やっぱり最低でも年に1回、最低でも年に2回ですよね、お会いすることによってこう、まあ、弟子との、まあ、やっぱり場所ですよね、まあ、同じこうグループ内にこう会ったことがない人が一人いても、あいつ大丈夫かなとか、あいつなんか何考えてるのかなって思っちゃいますよね。やっぱりお会いすると、 あいつ元気そうだな、頑張ろうかなって思えるんで、そういった意味で大体年に2回ぐらいのヒントで、まあ、年に2回っていうのもいろいろとね、お勤めの方が来れるような、まあその金額設定と考えても、年に2回程度だったらまあ来れるんじゃないかなという意味も込めて、こういった金額にさせてもらってます。まあ、金額というか基準ですよね。で、まあ、あとマイル修行、どれだけ頑張ってるのか、まあ、これはね、まあ、一応参考程度には一応ガチンコマイル塾なんでね、させていただいてます。で、あとはガチンコマイル塾の貢献度ということでね、
まあ、ガチンコマイル塾でも一応いろんな部署とかね、まあ、システムというのを取らせていただいてるんですけども、実際にどういった活動を、ね、ガチンコマイル塾においてしてくれたのかという部分を、見させていただいております。であとはまあミッションアンケートへの取り組みだったりとか意欲というものを、総合的に判断させていただいて、決めさせていただいております。で特に貢献というところなんですけども、これ後ほどね Q&A でもお話しさせていただくんですけど、ガチンコマイル塾ではすごくこの貢献という部分を意識してね、まあ、審査の基準としてさせていただいているので、ぜひこちらをね、覚えておいていただければなというふうに思っております。それでは次からね Q&A に入っていきたいなというふうに思うんですけども、ガチンコマイル塾弟子制度に関する Q&A ですよね。一つ目から、まあ、回答していきたいなというふうに思うんですけども、セミナーにね高額でどうしても参加できないのですかっていう方が、まあ、いらっしゃると思うんですけども、基本的に先ほども言ったんですけども、一度ね、セミナーにはやっぱりぜひ来ていただきたい。塾長の顔を知らない人にはやっぱり弟子番号っていうのはちょっと上げづらいと思うので、ぜひね一度来ていただきたいっていうのがあるんですけども、出してもなかなかねやっぱり頻繁に参加できない、まあ、これは本当に仕方がないことだと思うんですよね。まあ、だからこそやっぱり弟子制度に入ってね、頻繁にこう弟子の方とコミュニケーションを取ることで、先ほど話したんですけども、ガチンコの弟子さんには結構経営者の方もたくさんいらっしゃいますし、自分でねビジネスされている方っていうのも多いんで、そういった方と一緒にやっぱり寝食ともにすることでね、間違いなく自分のレベルって上がってくるんですよね。なので、まあ、そういった意味でもね弟子制度っていうのを作らせてもらってるんですけども、まあ、一つ目にやっぱりポイントなのは、そういった方との時間をやっぱ何よりも大事にしていってほしいってことですよね。これまあ弟子さんなんか生意気言ってますねっていうふうに思ってしまう方がいると思うんですけども、やっぱりこれ僕も昔経験したことなんですけども、レベルが高い人と一緒にいると自分のレベルが上がるんですよね。それは間違いがないんですけども、その中でやっぱり大事になってくるのが、必ずそのレベルが高い人、自分よりも明らかにステージが上だなっていう人がいるときに、絶対にその方からいただいたアドバイス、その方が自分のために思ってくれたアドバイスは何が何でも実践しなければいけないんですよね。全力で受け取って全力で実践しなければいけないんですよ。でこれ結構やらない人って多いんですけれども、やっぱりその方もねいろんな理由があっていろんな思いがあってその方にねアドバイスをくれる、アドバイスをしてくれるわけで、それを受け取らない、要は聞くだけ聞いて流すっていうことは、僕はこれ犯罪だと思ってるんですよ。それこそ本当にその人が一生懸命持ってくれてね話してくれたことっていうのを無視してるわけですよね。人の思いが分かってないってことですよね。なので僕はすごくそれって本当になんていうかな、良くないことだなっていうふうに思ってるんで、まずはそういったやっぱり場所に行った時には必ずそういったレベルの高い人の話を全力で受け取って実践してみてください。そうするとやっぱり必ず何かしらの自分のね人生において結果って出てくると思います。それこそそれが収入面として顕著に出てくる場合もあるし、それが数年後になって自分の人生に大きな影響をもたらす場合っていうのがあると思います。なのでぜひねそういったレベルの高い方とね接するんですけども、その方から全力で受け取って、その方にも全力で与えてね、そういった部分でのコミュニケーションを取っていただければ、まあこれセミナーに参加できるこう、まあ、レベルになっていくと思うんですよ。これ本当に人間って不思議なんですけども、やっぱり質の高い方、レベルの高い人と一緒にいると本当に不思議なんですけど、どんどん自分のレベルが上がっていく。で先ほど言ったんですけど、もし上がってないなっていうふうに思う場合は、おそらくなんですけれども、その他の方が何をやってるのか、他のレベルの高い方がどういうことを考えてどういうことをしているのかっていう部分を見てないと思うんですよ。常に自分のことしか考えてないと、やっぱりせっかくいい場所にいても何も成長ってしないんですよね。なので、まあ、今回セミナーに来た時ってすごくレベルの高い方が多いので、必ずそういった周りの方とね何やってるのか、自分の話は一切置いて周りのレベルの高い人が何をやってるのかを必ず見るようにしてみてください。そうすればセミナーに参加できる器、まあ、要は収入っていうのに必ず到達していると思います。それが一つ目の、まあ僕からの回答です。で2つ目の回答になるんですけども、まあ、どうしてもでもとは言ってもね、やっぱりご家族がいらっしゃるとか、まあ、いろんな部分があってね来れない方もいらっしゃると思うんですけども、そのためにはね、ガチンコマイル塾はその、まあ、大体不定期ではあるんですけど、3ヶ月に一度ガチンコ MVP 制度というのを取らせていただいております。で何かというと、弟子としてね活躍してくださった方、まあ弟子以外でもそうなんですけども、頻繁にね、まあ、誰がどう見てもガチンコに貢献してくれてるなっていう、その主観的な貢献じゃなくてですよね、客観的な俯瞰的な意味での貢献として、貢献してくれた方には、セミナーへの招待券、まあ、ボランティアスタッフとして、実際にねセミナーで無料で来れる権利っていうのを作らせていただいております。まあ、ですので必死にね貢献していただければ、そういった部分でねセミナーには参加できるようになっていると思いますので、まあ、ぜひ貢献の方で頑張っていただければなというふうに思っております。まあ、貢献といってもその自分から見た貢献じゃなくて俯瞰的な貢献ですよ。で2つ目、弟子さんとは言ってもね、何を貢献できるかわからないのですが、どうすればよろしいのですかっていう、
ご質問も結構いただきます。で、まあ、貢献ってすごく難しい部分ではあると思いますし、なんでそもそもガチンコにね貢献しなければいけないのかっていう部分もね疑問に思ってる方もいらっしゃるので、この後回答していきたいなと思ってるんですけども、とりあえずまず分からなければね、頻繁にまず報告をするようにしてみてください。自分の気持ちの変化、自分が学んだこと、自分が気づいたことで、何よりもやっぱりセミナーを受けての自分の変化ですよね。そちらをまず、ね、定期的に報告いただければなというふうに思ってます。でその中でこちらからね、まあ、特に僕がこれよくやるんですけども、あなたにこういう部分がやっぱり向いてますという部分がね、やっぱ人によってあると思うので、ぜひこちらからねこういった部分で お手伝いお願いできますかっていう部分をお願いさせていただきます、事務局の方から。でそういった時にですね、ぜひその、まあ、こちらからねお願いさせていただいたミッション、まあ、取り組みですよね、タスクっていうものをしっかり紹介していただいて、しっかりそれをね先ほどお話しさせていただいたように10お話しさせていただいたことを1やってると、やっぱりそれは貢献とは言わないと思うんですよね。10以上、少なくとも11、12、まあできれば100行えるようなね活動っていうのをぜひしていただけたら、その方の要はみんなからの信頼が上がりますよね。そういった部分で、まあ、結局人生の成功、まあこれビジネスって結局そういうことだと思うんですけども、自分で収入を上げていくっていうのは貢献、10言われたこと100にしていくってことですよね。そういった部分での自分のスキルがついていくわけなので、まあ、そういった意味でそういうお願いをあえてしてるんですけども、ぜひねその10以上の活動をねしていただければなというふうに思っております。まあ、ですのでまずはね頻繁に報告をして、あなたのことをぜひねまあ、こちらのマイル塾の方に教えていただければなというふうに思っております。で3つ目、なんでガチンコ以外の貢献ではダメなのですかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、基本的に、まあ、これまあ、エネルギーとかを勉強されている方ってわかると思うんですけども、まあ、ガチンコマイル塾って、まあ、塾長っていう方が、まあ、塾長って方っていうのもおかしいんですけど、塾長がメインとなって一つの組織、一つのコミュニティが運営されているんですけども、まあ、幅広い経験値、幅広い見識を持った方が抽象度の高い思考っていうのを持ってるんですね。要はビルの、まあ普通の人が3階からものを見てるときに、ビルの15階、30階、もう180階ぐらいからものを見てるんですよ。でそういった方が何かをすることと、3階から見てる人が何かをすると、同じことをしても全くパワーだったりとか、世の中への、要は最終的に与えられる影響度ですよね、ってものはやっぱり変わってくるんですよね。だからやっぱり僕自身としてはいつもこれ思うんですけども、例えば寄付をするときとかも、まあ、これは塾長にも教えてもらったんですけども、ちゃんと、なんていうかな、必ず寄付をされているところに寄付したら、それって最大化されてきますよね。要は寄付しても全然こう何に使ってるか分からないところに寄付しても、結局その同じ金額を渡したときに最終的に世の中へのインパクトって全然変わってきますよね。でちゃんと活動しているところに寄付したいっていうのもそうなんですけど、ガチンコマイル塾っていう一つのシステムっていうものは、まあ、塾長っていう、まあこういろんなね、まあ、変な話こう宗教団体だったりとか、まあ、それこそユダヤ人だったりとかね、いろんな部分を見てきた方がこう作った組織だからこそ、そのパワーがあるんですよ、その組織としてのね。そういった部分にご自身で活動されるよりも、ガチンコマイル塾を通して、まあ、それが世の中にリフレクトされていくってことですよね。まあ、それがセミナーだったりとか、その、まあ、こういう YouTube での配信だったりっていうところでね、世の中にこう還元されていくっていう部分の方がやっぱり大きな貢献につながってくると思うんですよ。だそういった意味でね、ガチンコっていう一つの組織、貢献できる形があるので、そこからね世の中の人、まあ、ガチンコの理念っていうのはやっぱり日本人の旅行のステージを上げていくっていうところにあるので、そういった部分で、こういう貢献というものをね作らせていただいております。まあ、ですのでぜひねこういった部分を意識していただけたらいいのかなというふうに思っております。まあそんなわけで、ちょっと今回はねガチンコマイル塾の弟子制度に関するお話をさせていただきました。ぜひねまあちょっと今回のこのビデオを見てみて、難しいなとか大変だなとかね、よし俺は弟子だっていうふうにね思う方もいろいろいらっしゃると思うんですけども、まあ本当に先ほどもお話しさせていただいたように、質の高い人たちをやっぱり常にねお互いいい関係でいるためにもね、そしてそのに集まってきた人たちの未来が最高になるためにも、こういう仕組みをねあえて取らせていただいているので、ぜひね僕自身もそうなんですけども、お互いがねこう慣れ合いじゃなく、お互いがね限界を与え合いができるような、そして励まし合えるような、そして助け合えるようなコミュニティをするためにこういう制度を作らせていただいているので、ぜひね、弟子制度としてね、ご活躍というか一緒にねお会いできることを楽しみにしております。まあ、そういった形で今回は弟子制度に関するビデオをお届けさせていただきました。最後までね長いビデオではあったんですけども、ご視聴いただきありがとうございます。